9月27日投開票の自民党総裁選挙をめぐって麻生太郎副総裁が麻生派所属議員に対し総裁選は人気投票になってはいかん国の将来を間違えることになると語った栃木宇都宮市内で開かれた茂木幹事長の総決起大会で茂木氏を支持する高橋勝坊参議院議員栃木選出麻生派が明らかにした 高橋氏は茂木氏が出馬表明した前日3日に麻生氏と面会その場で茂木氏指示を伝えた高橋参院議員によると茂木氏を総理に押し上げたいと麻生副総裁に伝えたところ麻生氏は総裁選は任期投票になっては絶対にいかんのだ国の将来を間違える国際情勢を見ても国内情勢を見ても国難に等しい状況に この国はあると語ったさらに麻生氏は立憲民主党の代表が野田が来るにしても枝野が来るにしても大変な論戦をしなければならないその時に自民党を代表してしっかり論戦ができる候補なのは誰なのかと述べ麻生派に所属しながら派閥外の茂木幹事長を総裁選で支持している高橋議員に対しお前の判断は間違っていないと語った 以下はネット上の意見をまとめたものです。まともな意見ですね。人気投票なんかで総理が決まったら、日本の終わりです。政策重視、特に経済、消費税を目的税とする財務省と、真っ向から立ち向かい国税庁を解体し間違った税の仕組みを根本から変えてくれる候補者に期待したい。確かに麻生さんが言うように、 人気投票になったらあかんと思います自民議員と党員だけが投票できる制度なので一般国民は見守るしかないですもし一般国民の投票源があったらもっともっと人気投票になると思います小泉進次郎の昨日の出馬会見を見てたら「こりゃダメだと思ったね」「記者会見だけど記者の名前を椅子に書いて席を決めてたし」 記者の質問者も先に決めてあったから質問が分かってた。だからチラチラと紙を見ながら答えてた。田中記者の時だけ、おそらく事前の質問と違うことを言われてた。指摘レベルが低いという質問。うまく答えたけど。最後、質問時間が終わってから指名されなかった、望月磯子がマイクに拾われないのに質問してた。麻生さんの計算では、 早苗さ,さんが首相となるように動いてる青山茂春さんは出馬できないから高市さん応援に回ると思う人気投票で小泉進次郎にしてはいけない菅義偉さん推しの小泉進次郎氏とニきクキ茂氏には総裁首相の椅子を渡したくないはずの麻生太郎さん自派閥の河野太郎氏を事実上を見限っており論客かつ実力派で 派派のの領収ですす。が、モテギトシミツ氏や無派閥の高市さない大臣をしは、十分あり得ると思います新首相の下での解散総選挙は大勝ちは期待できないかもしれませんがこのお二人のどちらかであれば堅実な議席を確保し政権維持が期待できこの間に後継者ご子息を育て準備できるという目算もあると思いますメディアは 人気投票のように連日、小泉進次郎氏を中心とした報道をしているが、実際に投票権のある自民党内や党員の皆様には、麻生氏の言葉を肝に銘じて、投票に臨んでいただきたいです。そうですね、人気投票ではだめだと思います。あと、若いからとか、不確実な将来性の期待値を上乗せして判断、するのも危険だと思います。 地位が人を作るという言葉もありますが、一企業ならともかく国の命運を左右するかもしれない。政党の党首なら現時点の実力を見て判断してほしいです。そりゃ、目の前にいる人に間違っていないというのはリップサービスですよね。国の方向性は人気投票でないことは麻生さん自身が一番身に染みてますからね。しかしながら人気投票は？ 自民党内ででのことではないのもささんは理解されてますよねなぜなら、ケアしたのはその自由に乗れなかったのですし、その後に担いだ安倍晋三が自民党の外圧に耐えきれなかったのですからね。だから、麻生さんがおっしゃる通り、人気投票でなく、国民の声を上げることが大事だということなんですが。 現実は才を築くための手段が政治だと考えている自民党国会議員が多すぎますから悩んでおられるのですね。ようやく人気投票じゃダメだっていう言葉が出始めましたね。日本の未来を託せるかどうか、そこが大切です。今度は高市さん一択です。他の候補が総裁になれば野田民主党にかなり持っていかれるでしょう。少なくとも我が家の3秒は動きます。 総裁選に関し麻生さんは先月決選投票では麻生派として統一行動云々との発言をしていたが河野さんが決選投票に残れなかったケースでは菅さんが押す小泉さん以外の候補への投票行動を示唆していると判断できると思うまだ候補は出揃ってはいないがすでに多数派工作も進んでいるようにも思う人気投票になってはもちろんいけないが 麻生さんら長老が裏で暗躍する政治も勘弁してもらいたいところだ。今までそんなこと言ってなかったと思う。総裁選の制度上、人気投票か派閥の原理しかない。この発言は、派閥がなくなっても、派閥の原理を生かして、一部、利権を持った議員で決めて、利権持った議員を支持してくれる金持ちの優遇を、継続しようってことにしか聞こえない。 おっしゃる通りです世界から舐められる小泉氏ならばアメリカの操り人形先代小泉総理の時に非正規雇用派遣業に反対したところが人気があったためにやられた明日クビになるかもしれない会社に誰が頑張るかモラルもおかしくなった私が望むのは格差是正です私は退職してますので関係ないが 今の若い人の給料を上げてほしい。児童手当ではなく、所得を。国際情勢を見ても、国内情勢を見ても、国難に等しい状況に、この国はあると自民党は、この30年間言い続けて、そのために、政治の安定が必要だと、自民党支持の基盤としてきたが、この30年で、より悪化しているのはなぜか。 国民負担率は30年前の参考7民から今や6公4民と江戸時代よりひどい国税の状況。江戸時代ならすでに一機が起きているレベル。封建時代よりひどい自民党長期政権じゃないか民はヨラシムべし、シラしむべからずが自民党のテーゼなんだろう。やはり長期政権は腐るのは歴史が証明している。麻生氏は 河野氏が上位2位に残らなかった場合誰の支持に回るかまで計算し勝ち馬に乗るつもりそして派閥から閣僚を輩出し陰で影響力を持つというところまで考えている人気投票を否定するということは石破氏小泉氏の支持に回る線はないのだろうこの発言は一見理にかなった良いことのように聞こえるがこの発言者の背景を考えると ただ自分の思惑通りになる候補者がいいと言っているに、過ぎない。窮地に立つと、いつも、水面下の危機をちらつかせるが、それならなんで国会ででも、危機感の共有を国民に広がるような政治が、できないのか。独りよがりすぎて逆に国益を損ねているように思う。ご都合主義、人気投票云々を述べるのであれば、総裁選に限った話ではあるまい。 リーダーとしての資質、政治家としての資質を問うならば、総裁以前に議員の投票のあり方にも同じことが言えよう。認知度だけで資質が問われるようなタレント候補を擁立し議員となってみれば役に立たぬどころかスキャンダルばかりというものがどれだけいったか。人気にあやかっただけの議員をこれまで多く輩出してきておきながら何をもっともらしいことを。 期待できるだけの資質があると信じるからこその人気であろう。その期待が内輪の政治を打破するものであった場合、自分たちには都合が悪いだけであって。